栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園は栃木県宇都宮市警庁にある公立特別支援学校。軽度の知的障害を持つ者を教育対象とし栃木県では唯一の高等部のみを設置する特別支援学校である。2019年5月1日現在の生徒数は30学級234人である。 障害者の経済的自立のために職業教育を重視し、生徒は校内でのコミュニティショップ、今日の森の運営や校外での3週間に及ぶ就業体験などを経験する。設置学部は高等部のみで軽度の知的障害者を対象とする。設置学科は職業科のみで知的障害者を対象とする土地に県立の 特別支援学校では唯一の職業化設置校である。職業化はさらに流通、環境コース、食品、福祉コースに分かれる。コース選択は2年生新球時に行う。土地県全域が学区であり、公共交通機関などを使って自力で通学できることを入学条件としている。1学級8人の10学級で1学年を構成するので、 1>, 1学年の定員は80人である。入学試験は、学力検査、作業能力検査、面接が課される。2020年実施の入学試験の志願倍率は1.11倍であった。なお、県立高等学校との併願受験はできない。2007年4月、学校教育法の改正により、従来の盲学校、老学校、養護学校は、 特別支援学校に一本化された。栃木県においては、1989年から2006年までの間に、県立の盲学校、老学校、養護学校の在籍者数が1420人から2113人に増えており、中でも知的障害のある児童生徒数については884人から1667人と、ほぼ倍増の勢いであった。 さらに特別支援学校の高等部については、中学校の特別支援学級から進学する者が増加する傾向にあり、高等部入学者の半数を超えるようになっていた。このような状況に対し、栃木県教育委員会は、特別教室を普通教室に転用するなどして、収容人数を増やす一方、2007年には、県立南那須養護学校に高等部を設置して、 知的障害のある生徒の受け皿を増やすなどの対応を行った。一方、当時の栃木県には障害者雇用に理解のある企業が少なく、民間企業における障害者の雇用率は全国的に見ても低い状況にあり、障害のある生徒に対する就労支援の充実も大きな課題となっていた。こうした中、2008年11月に行われた県知事選挙では、 軽度知的障害のある生徒が職業に関する専門的な知識、技能などを学ぶ高等特別支援学校の整備を公約の一つに掲げた現職の福田と美市が再当選した。同年12月の栃木県議会の定例会では高等特別支援学校の早期整備を望む議員の質問に対し就任に決めを迎えた福田知事は改めて整備推進の意思を表明している。 その後、県や県教育委員会は県立特別支援学校のあり方について検討を重ね、2010年度には栃木県重点戦略新栃木元気プラン及び栃木教育振興ビジョンに高等特別支援学校の整備の推進が明記された。なお、この間、2009年より栃木県は県財政の健全化を目指す。 栃木未来開拓プログラムに着手し予算措置を伴う新規事業については当面見合わせる方針を取ったが高等特別支援学校の整備についてはその対象とはならなかった。こうして県立特別支援学校の整備に向けた動きは進められたがすでに関東地方において高等特別支援学校を設置していない都道府県は栃木県のみとなっておりまた 2010年12月の段階においても、開校の目標年次が確定しておらず、県議会では整備に向けたスピード感のなさを指摘する声も上がった。県教育委員会は2011年6月27日に、高等特別支援学校整備検討委員会を設置し、同年度末までに整備基本計画を策定するための検討を開始した。 同年11月28日に行われた第4回の高等特別支援学校整備検討委員会では、教育方針など整備基本計画の素案が示されたが、そこでは建設予定地に関する言及はなかった。ところが、その翌日にあたる11月29日に、宇都宮市の中心部に位置する県立宇都宮工業高等学校の跡地が、 高等特別支援学校の建設予定地であることが報道で明らかになり、翌11月30日には、宇都宮市が新築移転を計画していた宇都宮市立一条中学校が、高等特別支援学校と同じ敷地に併設されることも報道された。これらの情報は整備検討委員にとって、寝、ね、耳に水であった。栃木県議会文教警察委員会委員長であり、 高等特別支援学校整備、検討委員会委員でもあった、早川直衆議院は、12月2日の県、議会定例会でこのことについて質問し、福田知事は、答弁において、高等特別支援学校を、宇都宮工業高等学校跡地に建設する、計画であり、一条中学校との併設について、宇都宮市と協議することを正式に発表した。 12月6日の宇都宮市議会では佐藤栄一市長が校舎配置やグラウンドの活用、さらには中学校と特別支援学校との交流についても踏み込んで答弁した。翌12月7日に行われた県議会の文教警察委員会では県教育委員会が高等特別支援学校整備基本計画の素案を議員に示して説明したが、一条中学校との 平設の件には全く触れらず、このことを問題視した石坂新一議員の追及に対し、須藤みのる教育長が不手際を陳謝する一幕があった。2012年3月、県教育委員会は口頭、特別支援学校整備基本計画を策定し、平成26年度から平成27年度にかけて建築工事を行い、平成28年4月開校、 というスケジュールが示された。翌4月には、特別支援教育室に、高等特別支援学校整備担当を設置した。約4ヘクタールある宇都宮工業高校の跡地利用については、2012年1月17日に、旧宇都宮工業高校敷地の北側2.2ヘクタールを一常中に、南側の1.8ヘクタールを高等特別支援学校とすることでまとまった。 2014年3月に宇都宮工業高校の跡地で校舎建設工事が着工し2015年6月2日に公募の結果公明が栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園に決定し校渉と校歌の制作が県立高校の生徒に依頼された2016年4月宇都宮青葉高等学園が開校した生徒は 県内全域から募集したが、一期生に安足からの入学者はいなかった。2018年11月18日には、全国障害者技能競技大会の競技会場の一つとなった。2019年3月7日に一期生の卒業式が行われ、78人が卒業した。うち71人が民間企業などに就職し、4人が 就労系の障害者支援施設へ入所した。2020年コロナウイルス感染症の流行を受けて3月に実施予定だった修学旅行の中止を決定した。高知は栃木県立宇都宮工業高等学校の跡地を転用したもので敷地面積は17,988.52平方メートル、延べ床面積は11,748 平方メートルである。鉄筋コンクリート構造3階建て、延べ床面積8891平方メートルの管理教室棟を中心に、体育館、武道場、宿泊体験室などがある生活ホーム棟、コミュニティショップ、園芸用温室、屋外倉庫などの学校施設がある。多くは新築であるが、体育館、武道場、 生活ホーム旨は既存設備を改修したものである。管理教室旨には実習のための販売実習接客カウンターを備えた教室などがある。交渉と効果は2016年2月10日に発表され、どちらの政策にも特別支援学校と交流を持つ高等学校の生徒が関与した。どちらも栃木県教育委員会が各学校へ直接依頼したもので、 高校生から公募したものではない。交渉は、栃木県立宇都宮工業高等学校、建築デザイン科の生徒3人がデザインし、公名の青葉にちなんで、アルファベットの A と O、葉を図案化したものとなっている。交渉の色は、スクールカラーの桜色と萌えギ色を使用する。効果は、久保田三清の作詞、栃木県立宇都宮中央女子高等学校。 合唱部の作曲によるもので2番まであり、我ら青葉という副題がついている。作詞者は青葉高等学園の初代校長である。知的障害者の職業的自立と社会三角を目標とする学校であり、職業教育を重視している。このためカリキュラムには週2回の就業体験活動や校外実習が組み込まれている。校外実習は 学校近隣のスーパーマーケット、飲食店、福祉施設などで行われ、2年生になると生徒自身が自宅から受け入れ先へ一人で赴き、始業から就業までを3週間現場で経験する。校内での授業でも、栃木県内の企業から講師を招いて、プロの技が伝授される。これらの職業教育を受けた生徒は、製造業や、 小売業など多様な産業分野へと就職していき、2019年卒の一期生は9割長が就職先を決めて卒業した。学校生活では部活動に精を出したり、アビリンピックに挑戦したりする生徒が多い。特にアビリンピックでは開校以来3年連続で喫茶サービス部門で全国大会出場を果たしている。今日の森実習の一環で、 開校時より、今日の森という名の店舗運営を手掛けている。今日の森は、生徒が実習で作った、パン、焼き菓子、花などを、生徒自身が販売する店で、店内に、喫茶コーナーを設けて、イートインに対応する。店員は一軒二年生が務め、礼儀やコミュニケーションを実践しながら学習する。教員は、生徒のそばに控えており、必要に応じて、補助や助言を行う。 今日の森の店舗は、校舎入り口のそばにあり、誰でも利用することができる。喫茶コーナーのメニューは、地域の企業の協力を得て徐々に増加しており、青葉ブレンドと名付けたオリジナルのコーヒーや季節、曜日限定商品なども取り扱う。今日の森には、常連客がついている一方で、2018年度からは、ハートフルエター今日の森を発行して回覧板で、周辺住民に、 周知するなどの経営努力を行っている。2020年はコロナウイルス感染症対策のため当面の間臨時休業を続けている。2018年10月12日より環境分野の2年生が JR 宇都宮駅の改札内を清掃する就業体験を行っている。従来の環境分野の就業体験は栃木県庁や栃木県立衛生福祉大学校での 清掃であったが、不特定多数が行き交う場での実習を望んでいた、校長が JR 東日本に協力を依頼し実現した。実習では、宇都宮駅構内の清掃業務を担う JR 東日本環境アクセス、宇都宮事業所から助言を受けながら、改札内の床、窓、トイレなどを駅利用者に気を配りつつ、清掃を行う。2020年現在の部活動は、 以下の通り、各部の活動は原則週3日で、大会前の2週間は週4日の活動が許可される。南那須養護学校への高等部の設置により、発行、ある県立の知的障害特別支援学校にはすべて高等部が整備された。2008年6月1日の統計では、栃木県の民間企業における障害者の実雇用率は1.48%と、 公定雇用率を下回り、全国再開となっている。一条中学校の宇都宮工業高校跡地への移転については、宇都宮市議会においてはすでに2010年の段階で話題に上っており、2011年6月には佐藤栄一市長が敷地の所有者である県と協議する考えを答弁の中で示していた。ありがとうございます。